新生計画代表、接客アドバイザー、安部大のオンタイムトーク、水曜日の時間でございます。えー、先週に引き続きましてですね、あの、アジマンレディのナタリーさんをゲストに、アジマンレディのナタリーってな、何人だって話になっちゃうんだけども、で、しかも、あの、先週最後の言葉が、奴隷がっていう話で終わった。<laughs> うちのラジオも7年やってて、奴隷で終わったの初めてなんですけども、えー、<laughs> 今週はですねあの、今まで先週はちょっとナタリーさんの、まあ、ビジネスというか、お仕事のついていろいろお話を伺ったんですけども、まあ、今週はですね、ちょっとあの肩の片払わすに、ちょっと、えー、プライベートなところというか、あの趣味のところとかもいろいろちょっとお話伺いたいなと思います。今週もよろしくお願いします。よろししくお願いします、えー、ちょっとあの先週、話終わって、分あのもやもやして1週間過ごしたリスナーの方、多いと思うんですけども。 <laughs> どれってって多分なってると思うんですけどなんかあの安部さんも共通のお知り合いで、はい、アイ会津さんって方が会津さんはい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 いあつさんですねそうそうそうもともとそのガーネット土産をあのー、お手伝いしてくれてたメンバーの人で,、うんはい、で会津さんが何かじゅ言い出したんですね「奴隷です」って自己紹介 <laughs> 僕はあのナタリーの奴隷ですって言い出して、そこからなんか俺も奴隷になりたいみたいな人が集まって、<laughs> 何それな？よくわかんない。男の人ってよくわかんない本当に <laughs> え。奴隷がなんか多分今三十号くらいまでいるんじゃないですか？え、王国ですか？多分そうですね。ナ <laughs> ナタリー様って言われます。 <laughs> ナタリー長。大ナタリー様って言われますね <laughs>。<laughs> っていう遊び,遊びのなんかそういう中で、今までそのボランティアとかいろんなことでつながった人たちと、私、普通にプライベートで遊んじゃうんですね。ほう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 最近はサバイバルゲーム、阿部さんも多分載せてたよね、前ね、銃をねうん、サバゲしてをね。 マジでそう、はい、<laughs> 意外そうそうめっちゃしてる大好き私、その仙台育英高校っていうところた、はい、卒業したんですけどなんと仙台育英の授業の中にビームライフルっていうのが体育の授業であってマジで,、はい、で私、ビームライフルめっちゃ好きでっていうか昔から打つの好きなんですよね。 あの<あ>海外よく行ってたのではい、はい、射撃あるじゃないですか。大好きでよく行ってたし。お父さん、鉄砲似合いそうだね。<laughs> チャカ, <laughs> チャカ似合いそうだね。<laughs> 昔のお父さんだったらね。<laughs> そうだね。今はもうだいぶ丸くなってくる。それもあって、私、得意なんです、割とそういうのを狙って、バンというつもりが。<laughs> 狙いどれを狙い撃ちしてるんですか <laughs> もう、蜂の巣にしてますね。<laughs> マシンガンって、大丈夫、打たれて喜んでる人とかいない。さすがにね、ゲームみんなね、勝ちたいんだよね。あ、そうなんだ。え、えと、仙台でやってるんですよね。自分が今、ちょっと、借りてる山でやってます。ちょっと待って、何その話、借りてる山。借りてる山があって。ちょっと待って。あの。 ワードがおかしい <laughs>。でしょ。規模が違うの。やっぱりナタリー帝国なんだね <laughs>。そうだね。<laughs> 山借りてんの？ずっとも昔から昔っていうかガーネット宮城ちょうど解散した後に、はい、なんか自然農法とかちょっとやってみたいなと思って。<laughs> 畑貸してほしいっていう投稿をフェイスブックにしたら、はい、同じ町その当時村田町にいたんですけど、はい、村田町の方が貸してくださってで普通に畑だと思って行ったらなんか山一面なんですよえみたいな何 <laughs> この規模みたいなただやっぱり草刈り大変だから草刈りをしてほしいっていうお願いもあってはははで草刈りしながらなんかいろんな作物育ててたんですけど、はい、もうイノシシだったり鹿 だったりでなかなか育たなくって、作物がすぐおいしいタイミングで消えていってって。でも心も折れちゃうしで、そのタイミングで私も横浜に行っちゃったので、はい、その会津多村に管理を任せて <laughs> そしたらなんか面白いフィールドに彼らが整備してくれてて。そうなんだ <laughs> そうそう,そうもうめっちゃいいよこの間あの私のいとこの子供たち引き連れて遊んできたんですけど、はい、もうまたやりたいまたやりたいってすごい言っててうんすごい楽しいね <laughs> すげえなじゃあ,あれだね <laughs> あのサバイバルゲーム祭りみたいなのやってで出店やるんですよね大判焼きとか焼くんですよねそこであいいですねそれね最高じゃん それれいいいかもしないな、うんあ,とね、あと焼きそばしゅうちゃんに任せて。なんかそう、うん、みんなね、結構でも焼きそばや焼きそばっていうか、焼きうどんって焼いたりとか、かき、網焼きとかやるの好きなんですよ、うちのメンバー。なんか普段はオフィスワーカーとかだっから、はい、ボランティア活動でそういうのできるのが楽しいって言ってた。大ナタリー祭り。うん やめるんだ。お前らを蜂の巣にしてやりますさばげいいな、やりてえな、ちょっと今度混ぜてくださいよ。うん、ぜひ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 。あのみんなどんな装備でくるんですか。ちゃんとちゃんとした装備でくるの。それともあのテシャツみたいな。ガチ勢っていうか、もう形入ってもガチ勢は会津多数の周りはそうなんですけど。あそうなんだ。 私、とにかく誰かを打てればいいタイプなの。<laughs> よくねえな。<laughs> その銃の名前とかも種類のあの名前とか、機能とか全然知らないし。<laughs> うん服装は一応、この間、なんかダブルストーンに行って迷彩のトレーナー買ってきたけど、はい、<laughs> もう割とうちら渋谷軍は、<laughs> その渋谷軍はじ、 自分の手元にあるようなものを見つくろってきてるかな。うん、なるほどね。うん。ねあ。ゲリラゲリラ兵みたいなもんだね。だからね。ううん、うん。日常はたちって上手なんだよねって見えないし。ほうほほ。やっぱ見えないもんなのやっぱ見えないもんなんですかうん。しゃ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 。ししゃしゃ <laughs> 忍者みたい。 えー、見てみてまだ一回もやったことないから、うん、すごい興味しかないんですよね。えなんであんなに持ってるのじゃん。<laughs> 危ない人間だから。いや、いや違しくて。<laughs> え、だってもうい、いかにもめっちゃやってますみたいな、なんか、投稿してましたよね、<laughs> いや、全然、あのね、本当にね、去年かな、去年、全く趣味ない人間なんですよ。えぇー。酒ぐらいしかなくて、酒と仮面ライダーの、うん、見るぐらいなんだけども。うんうんうん なんかね、うん、小さい時に1回だけガスガンを買ったことがあってでガスガンってすげえ高いイメージがあったのさでもなんかちょっとねほら買えるぐらい、ね、の立場になったので、うん、1>, 1丁買ってみようかと思って買い始めたら止まんなくなっちゃってさ、うん、わみんなおなんか男の人ってそうですよねいろんなの集めますよね面白い今ほらメルカリとかもあるじゃないうんうん、うん、で本当にね1万円以下ぐらいで 2>, うん、なんか2丁セットとかで売ってたりして、酒飲みながらメルカリ開いてだめですね、だめ、ねうん、だよ <laughs> いや。そして何日までのクーポンとかあったらやばいよ。そうそうそう気づいたら届いてるの。うん、そして <laughs> 今、何兆ぐらいあるんですかね、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、20 21ある。 <laughs> それ全部持っそれでもうちらは子供と一緒にみんな遊ぶから自分たちの子供連れてくるから10金のものしかはいはいはい10金もあるあじゃあ10金のもの全部持ってきてください <laughs> 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 アイズタスもすごいいっぱい持っててうん、うん、アイズタスがいつもそれ全部持ってきてくれてうちらはなんか手ぶらで行くんですねバーベキューみたい そう,そうそうそう。で、軍あと目をゴーグル、うん、ゴーグルと帽子とマスクだけして、あと会津さんにみんな借りてる。私はこの間、一番の初任給で買ったの、10を自分の。ほほ <laughs> 買いましたか。っ10金十金だと少し安いからいいよね。そそうでですねそれでも、まあ、あの私 とにかく玉数が多くぶっ放せるやつがいいので、はい1万2千くらいかな、丸いのなんかこう、ズズズズズズってやつ、120発ずってるやつ。あっちの室に本当にしたいんですね。うん。えじゃあ、近々とかあるんですかやったりとかは。3月入ったのです。 この間23日にあったから3月そうですね3月後半後半くらい月1定例にするみたいなこと言ってたんで <laughs> うん3月後半かなそうなよあの場所とかそのサバゲーのやつフィールドをさ探したら泉ヶ岳に1か所とぐらいしかないんですよね確か今あ,あとでもあ山本町もなくなったあ山本町あるか なんかそれ書いてあったなそういえばあと川崎にも。ポツポツ,ツ,ツあるんだ。でもやっぱり一番クオリティ高いのはナタリー山のところのやつなんですよ。うちのクオリティマジやばいですよ。ちょっと本当に、ね、<laughs> <laughs> 本当に、うん、すごいよね、みんなもうさ。好きなものをやるってすごいんだね。<laughs> だって山だから好き勝手作れるわけでしょ うん、なんかうんちょっとなんて言葉で言えば他の私逆にフィールドって行ったことないので、はい、他のところがどんな風になってるのかとかわかんないんですけどうーん最高のや野戦場っていうか <laughs> みんな趣味だから本気なんだろうね <laughs> 大人はね男の大人はすごい本気でやってるいや見てみてちょっと本当に是非紹介してくださいよ あぜひ、じゃあ次回誘いますねで。参加費は1000円です。あ、そんなもんでいいのはい、参加費1000円取ってて、大人から。うんえー、山、村田村田です。これはあれですかあの、今後、でもまあ趣味でやってるから、事業家とかはしないんだよね。もう趣味でいいんだよねうん、うん。趣味でいい。事業家はしないな。<laughs> しないよね。<laughs> うん、で、行けるなら違う山にするかな。 <laughs> またもま、ね、ここそうなんかここをどうにか使えませんかっていうお話が来たら、はい、じゃあサバゲげフィールドとラジコンのフィールドととかそういう遊び場プレイパーク大人のプレイパークみたい大人な親子で男の人っていいですね親子でずっと同じので遊べるじゃないですかそうそうなのねおお俺でもほら釣りとかも全くしないからさ今から覚えないとと思って <laughs> <laughs> 本当に。おこがげとか本当男の子ね、子供もでも大好きだし、この間5歳,5歳の子かな、一緒にやった子かないとこの子供で。あ、5歳あ、じゃあ全然うちの子連れてきるんだね。で全然いけるいける、大丈夫。あっという間に覚える、やっぱり銃の使い方とかも。 <laughs> その,の使い方 <laughs> いいね、物騒でいいね、その話、ね、<laughs> しかも、なんかそのお父さんが例えば奥さんにおねだりしてもアウトだけど、子供と一緒に遊ぶって言えば買ってもらえるじゃん。<laughs> <laughs> いいよね。<laughs> いいね。いいね ビビ打てるところがほんとなくてさあ<ー>で、今僕、泉に住んでるんですけども、泉のちょっと裏の方にちょっとだけ空き地があって、山があって、そこに向かって軽く打つぐらいでさ、<laughs> のそ,うそうそうそう、あとあの部屋であの2メートルぐらい先の的をね、打ってニヤニヤしてるっていううんいで。うん <laughs> 本当、ね、インドアにこう磨きがかかってしまうのでちょっとあの、ぜひ参加させていただければと。ぜひぜひ、じゃあ一緒にみんなで遊ぼうね。う村,村田からどれぐらいなの村田の町の中、役場くらいから。役場くらいからい、うん、10分かかるかな ?10 分かかるかな本当にや<ゃ>や村田から10分って結構山だよね、もう。うんうん <laughs> そうだね、ま、であとちょっと聞きたかったのがいちごナタリーといえば、はいちごじゃないですかかぶり物みた,みたいですね今ほらミガきいちごさんの方のいちごとかも今関わってたりするんでしょう ああ、なんか、いちご授業に関わってるっていうよりかは、その、単品案件っていうか、そのイベント、なんちゃらイベントがあるから、その時に、こういう役割でお願いできますかみたいな感じで、ずっと関わってるわけで、関わっておるわけではないかな。東京にいた時、あ、横浜にいた時に、その磨き簿を使った、いちびこっていうカフェの、 お手伝いはしてたっていうのもありますけど、はいうんそ、そもそもいろんな本当に震災支援でたくさんいるいちごを作ってる方のお手伝いしてきたので、いろんないちごの方と <laughs> 仲良くは今でもやってるかな。かね、いちごのかぶり物っていうイメージ、まだ強いもんねそうですね、どうしてもなんか普通に売っても売れなくて。ほう でたまたま私、イチゴの前にトマトのかぶり物をかぶってたんです、そうなのうん。渡りでトマト作ってらっしゃった被災者グループの方がいて、はい、そこのお手伝いで、うん、どうやったら PR できるかなと思った時に、なんか普通にお話ししてもあまり印象に残んないからかぶり物をしようと思って、 それでトマトの被り物を検索したら売ってるところがあってそれを取り寄せてかぶってトマトを売り始めてでそれを見てた友達がいちごのセットくれたんですよ。セットそうそうでそこからいちごのお手伝いするときはいちごかぶるようになって。 でうん、そこからですね、いちごかぶるようになったの。でもやす、やっぱり長、期間が長いのがいちごだから、いちごのあたりみたいなイメージありますよね。すんごいある。うん、やっぱどうやったら、その商品が印象に残って売れるかっていうのを考えての結果です。<laughs> しかも似合ってたしね、すごくあ。ありがとうございます。嬉しい。やっと。なん <laughs> だそれ、ほに喜ん<れ>でる。れしい。でもさ、まあね、あと10分ぐらいしかないですけども。 あの、とはいえさ、あの今こんなにアクティブで。ね、もうみんなからこう人気者で、ね。そうなんです。ね、人気あるのかな。であの人を初の質にしようとしている物騒な、なたりなんだけど。あれ、外、外女だったんですよね。確かね。後で仙台育英外国語コース女子卒業です。は <laughs> い。そっからさ、はい、俺あの、なんか、ほら引きこもりだったみたいな話。 うん、おっしゃってたじゃないですか、あれね、本当なの本当です、あの、高校卒業して、ちょっとあの、イービンズ、その当時、ギャル服いっぱい売ってたんで、うん、そこでアパレル店員やった後にあそうそうなのはいちょっと失恋をきっかけに、はい、親友がその当時いた東京に行ったんですね、もう宮城にいれない、私、思い出多くて、宮城にいれないと思って。 <laughs> <laughs> そ,うそれで東京に行ってしばらく東京そこから東京生活始まって、はいまあ、いろんなお仕事をしてでいろんあのその飲食店を経営してる会社に勤めたりとかしてて <laughs> でやっぱりその当時どうしてもその言われたこと何でも「はいはい」って受けてやってたんで過労気味になった。 のもあるし、まあいろんなそのプライベートでのトラブルとかもあって、めっちゃ病んじゃって、それでちょっともう東京にいるにもお金かかるから、ちょっと畳もうと思って <laughs>、宮城に帰ってきて、宮城に帰ってきてからはもうしばらくずっと、うん、ずっと家にこもって、 ちょっとアルバイトして、携帯代のお金稼いで、基本家に行って、三国志のゲームやってみたいな感じだったかな。<laughs> そうなんだ。結構その期間長かったんですか、うん、?3 年半くらい。あのそ,のそれこそ震災のあの時までずっとそれでしたね。宮城帰ってから。うん、だからもうなんかツイッターはその時からもうやってたってことなんですかもう震災前から。 いやー震災でツイッター作ったと思うんだけどな。まあね、たぶ何回も聞かれてたとは思うんだけども、今までその、私がやらなきゃって思ったわけでしょ、その時って。まあ、やらなきゃとかそういうノリじゃなくて、私、本当にちょっと思考回路が人と違うんです。<う>震災があって、で皆さんじ、自分、そのみんな被災者じゃないですか、一方、うん、は宮城にいれば。うん で普段の生活とか仕事とか子育てとかもありながらやっぱボランティアやりたくてもやれない人っていたんですね。はい、ところが私は金はないけど時間と体あるぞと。<laughs> <laughs> 引きこもりだから天下の。<laughs> そうでそれこそライフラインもそのとその時はもう村田町に実家があったので、はい、20日間くらいかなー。 水電気復旧するまで20日間くらいやっぱりネットの世界にいたのにネットの世界に行けないんですよ。なるほど。なるほど強制的に強制的に退場させられた頃世界取り上げられちゃったのね。そうそうっていうのもあるしあと車の中で生活してたら何か太陽が昇って起きる、はい、暗くなったら眠くなるっていうのやったらすごい。 体元気になったの <laughs> いや、本当みんなに試してほしいの体調悪い人。元気って、体によくないなって、本当に分かった。1週間くらいでめっちゃ元気になって、はい、そしたらやっぱりなんかしたくなって、うん、で、ガネト始める前に安否確認代行を村田町の中でやったので、ね、自転車で。へえ。 その時ミクシーが情報収集のツールだったからミクシーになんか村田町に親戚とか知り合いいるんだけど連絡取れないっていう書き込みがあってじゃあ代わりにあの行ってくるって言ってその人たち元気だっていう社名をその人に送ってみたいなそれがきっかけかもね大きなでそうでやっぱその何かボランティアをするっていう時もなんか 私知ら、本当に無知だからボランティアとかそういうの全然やったことなかったから、うん、普通の一般的な人はボランティア団体に行って、うんうん、そこで一時ボランティアとして活動するらしいんですよ。<laughs> もうそういうの全然知らなかったから、もう自分で団体作るにはみたいな検索を先にしてましたね。<laughs> そう。わかんなくって、本当に。 うん、話早いもんね、でもね、自分で団体作った方がね。そうで、ほら、家も商売やってたし、住所ばれても全然問題ないから、うんうん、なんか個人の支援物資受け付けてないけど、じゃあ、団体として持っていけばいいんでしょみたいなのがあって、そうだって、地立もだから、個人の送りたいっていう人のうちで集めて、うちがまとめて団体ですよって持っていけばいいやと思って、<laughs> で、団体の作り方から検索して、 それで、まあ、ゆうちょに行って、団体の銀行口座、ゆうちょ口座作って、で、ブログで、ここの街はこれが欲しいとかっていう情報をずっと流してたかな。はあ、あと、やっぱみんな、その問題になったのが、支援物資送っても配られないっていうのをすごく気てて、そういうのとか不安だろうから、その持ってったら、その写真を撮ってましたね。こういうふうになってますよ、みたいな。 んいかにの、うん、不安を消せるかどうかなと思ったのでこういうの欲しいって言われてるからここにこれを届けてきたよみたいなのをなるべく報告をあげるようにしてたそれがあるからやっぱりじゃあ武士送るんだったらガーネットさんにみたいな感じになるんだねうんそれは、うん、そうなってほ、うん、結果的になってありがたかったですねやっぱり。 支援物資って最初だけってイメージあるんですけど、そんなこと全然ないので、うん、うちはもう本当に団体解散するまでずっと続けてたから、うん、やっぱりお金が一番必要というところがほとんどですけど、はい、やっぱこのね、日本ってまだお金の寄付っていう文化はそんなにないし、みんな物をあげたがるから、うん、じゃそれをうまくつなげられるにはと思ったときに、一被災者じゃなくて、やっぱり被災地で活動してる団体とか、 それこそコ,コピー機一つ買うのもお金がないっていう状況だったので、はい、コピー機とかを送ったりとか、うんはあ、ニーズは絶対あ,あるんですよね。うん、ねその団体が活動するための道具とか、はい、それこそ,そのイチゴを作ってる人が復活するために、こういうなんか箒が欲しいとか。うんうんうん ああいう何とかが欲しいっていうのを、やっぱりなかなか変えないっていうのをマッチングしたりとかしてて、うん、場面と、うん、あれが人が変わればまだまだ必要なものってあるから、はい、支援物資、うんうん、でつながるご縁がすごくあるしね、なんか、そう。 なんかね、もうラジオ最後の方にすげえいい話を聞いてしまったっていうのとやっぱりもうあれな <laughs> でやっぱ発想がさやっぱ本当になんかもう経営者なんでしょうねすご,すごくあのしかも優秀な、えー、ありがとうございます、うん、だねまあもともとほら,ほら、ね、ご実家が商売やられてたからさそれもあるのかもしれないけどね団体を作ったりとかって結構その うまあ、裏技じゃないけどもね。なんか、あ、そっちの発想なんだみたいな。逆にその、うん、それしか分かんなかった。い <laughs> う <laughs> ね、なんかう、その、なんだろうな、このフリーダムさとか瞬発力っていうのが、やっぱこの、今もずっと続いてるわけじゃないですか。だから、こう、ポンポンポンって、で、味ンやって、で、味ンの次に何かとか、なんか、本当にさ、あの、一、こう何、何 俺もほら奴隷希望な,んなのかもしれないですけど <laughs> あのこうずっとね、あのウォッチャーとしてナタリー・ウォッチャーとしてはやっぱこうなんか半年サイクルぐらいでさどんなやっぱり物語をまた見せてくれるのかというの本当に,あのずっと楽しみにしてるんですよそうこれまではその人に求められてお手伝いをするっていうのって結構、私の中でも逃げだったんですね。う もちろんその人たちの力になれるなら嬉しいなと思ってたけど、なんか自分の場を持つとか、それこそ会社を持つとか、自分の何かを持つってすごい自由を奪われるような気がして、避けてたっていうのがあって、でもやっぱりそろそろちょっと覚悟を決めて、自分で何かやろうかなっても思ってる。うん <laughs>。近い将来ね,ね。で、応援してくれる人はもう山ほどいるしね、山も貸してくれるしね。 場所とか物とか集まるんだよね、ありがたいですね、本当に。でもそれをみんなで、ね遊、なんだろう、独り占めしないから、私、みんなと楽しくだから。なんかね,、えーまあ、ね、前もおっしゃってましたけど、肩書きで人、ナタリーがもう肩書きで人を判断しないし、全然、うん、に対してもね、フランクだし、本当にあの僕もいつもあのいい刺激を。 受けてますんで、またあの、今度、あの動きがあったら、またちょっとラジオ出てもらいたいなと思いますんで。その時はぜひ、よろしくお願いします。あと、まあ、直近で、あのサバゲーよろしくお願いします。はい、サバゲーの仲間になれたい人は。 ナタリーまでわ <laughs> かりました。<laughs> ということで、えっ、ー、と二週にわたって、えー、ナタリーに、えー、登場していただきました。えー、たくさんの、ね、いい話を伺ったので、じゃあ YouTube の方でもちゃんとあのしっかりと繰り返し皆さんに聞いていただければなと思います。じゃ本当に二週間ありがとうございました。失礼します。